こら、お姫様に失礼でしょ。おとなしくしなさい。ほら、お辞儀して。はーい。花嫁行列、噂の久姫様ね。お綺麗でらっしゃるわ。あれ、鳩が飛んでる。うん、追いかけてきてる。ああ、あれはハヤトだ。ハヤト？あ、つづら丸の鳩なんだ。ああ、よしよし、ハヤト、よく戻ってきた。ハヤトは伝書鳩なんです。俺より賢いかもしれません。へえ、カラス鳩か、かわいいね。思った以上に行商人も多いのな。平和なもんだ。この様子なら何事もなく駿府に到着できるかもしれねえぞ。何のんきなこと言ってんだ。まだ2日目だぞ。駿府までのんびり時間かけていくわけにもいかねえんだ。時間は限られてんだよ。気を抜くんじゃねえ。分かってるって。本当かよ。って、エニシ、お前どこにいるのかと思ったら、そんな馬の真後ろに。あ、なんてことないぜ。姫を守るためだし、これくらいはどってことないってな。何しろこの馬には他でもない姫が乗ってるんだからな。一番に守らないといけないのは、つまりこの馬ってことだ。なるほど。なんと奥の深い。つづら丸殿、そこであっさり納得するものではありません。エニシ殿、そこは気を抜くと馬に蹴られますよ。え、なんで？俺馬に蹴られる予定ないぜ。人様の恋路の邪魔とかしてないし。その馬ではありません。つうか、逆にいつも俺が恋路を邪魔されてる気がするよな。昨日から思ってたけど、おじさんって楽しい人だよね。おお、常に楽しさ、面白さを追求って。おい、待てよ、誰がおじさんだって。え、もちろんエニシだよ。却下。俺まだおじさん呼ばわりされるほど年食ってねえよ。だって僕より年上だもん。だもんじゃねえっての。まあいいけどな。この仕事なかなか俺様向きだし、尻の青いガキにおじさん呼ばわりされるくらいは多めに見てやるよ。え、青くないよ。聞いてねえよ。どうでもいいよ。まあ、気分いいから許してやる。ジェズマルを守るためにわざとこんな場所についてみたが、うん、悪くねえな。結構自由は利く位置だわ、ここ。つうか、広い温泉にうまい飯、仕事そのものは可愛い女の子を守るだけ。あ、隠密って最高だな。
ずっとこんな旅ばっかしていたいもんだな。城めんどくせえよ。エニシ殿、ブツブツ独り言を言っていないで前を見て歩いてください。わかってるって。まったく。言えばもう昼か。そろそろ腹が減った。あと少し我慢するといい。次の小田原宿までもうさほど時間はかからないはずだからな。おお、そうか。もう少しで到着すると思えば励みになるな。もう一つ励みになりそうなことを教えてやろう。次の小田原宿はウイロウ餅が名産だ。なんと、それは楽しみだな。他には何があるんだ？小田原はもともとが大きな城下町でかなり賑やかなところだ。何でもあるだろう。名産品も多い。へえ、姫、何か欲しいものはありませんか？何でもあるみたいですよ。まあ江戸にはかなわないでしょうけど。土産なら小田原提灯がある。大雄山の霊木を用いて作られた霊験新たかな提灯で魔除けになるそうだ。提灯だから畳めば小さくなる。僕もそのウイロウ餅ってやつ食べてみたい。ウイロウ餅買ってきて本陣で宴会すっか。疲れた時は甘いもの食うのが一番だし、みんなで食おうぜな、姫。わーい、賛成。僕も買いに行きたいな。じゃあ俺が姫の分も買ってきますね。お前ら仕事中にバカな話で盛り上がってんじゃねえよ。護衛中だってこと忘れてんのか。大体甘味なんて女子供の食うもんだ。なのに一緒になってはしゃいでるとか、侍の魂いねえのかよ。さっきも言ったはずだぜ、旅の日程は決まってんだよ。15日の大安までには何が何でも駿府に到着しなきゃなんねんだ。分かってんのかよ。ケイ殿、声が大きいですよ。周りの人々に聞こえてしまいます。平静を装ってください。15日に間に合わなければいけないということは私も聞いております。婚礼の儀は大安に執り行うべきもの、それゆえになのですか？それもあるが、ちょうどいい。皆にも説明しておこう。あちらは裏街道から東海道に入り、14日には駿府入りしている。我々の花嫁行列は15日に駿府入りし、城内で入れ替わった後に婚礼の儀が執り行われる予定だ。その翌日には早速駿府城剣取御前試合の御剣授与式が開催されることになっている。それに遅れるわけにはいかぬ。なので花嫁行列はどうしても15日までに駿府へ入らねばならぬのだ。そっか、本物の姫が先にお城に入ってても花嫁行列が駿府に入らないと色々とおかしいもんね。僕たちが遅れちゃったら一大事なんだ。
責任重大だな。今日は10日、あと5日で駿府か。何事も起こらなければ問題ないが、あまり余裕があるわけではないな。でも花嫁行列があんまりせかせか急いでてもちょっとおかしいよね。そこが難しいところだな。それに厄介な場所を通らねばならない。ああ、そこさえ抜ければあとは順調な旅路をたどれるはずだが。ああ、姫の近くにいるとおしろいのいい香りがするね。夢心地な気分になるよ。どうせならこのまま伊勢までさらっていっちゃいたいな。おい、江西殿。それって良くない明暗。江西殿、聞こえていないのか。だから声をかけたというのに。あ、どうした、何があった。おい、大丈夫か。いって、なんでこんなところに木があるんだよ。大丈夫のようだな。驚かせるな。悪い悪い。いや、でもなんで俺木になんかぶつかってんの。あなた自らフラフラと木に向かって歩いていったのですよ。自覚がないのですか。木にぶつかる趣味はねえよ。気づいたらぶつかってたの。何か考え事でもしていたのか。いや、それがさ、姫からいい香りがするなーって。なんというか、江西らしい。やれやれ、追求する気にもならないな。やっぱりおじさんは面白いね。あなたは一度三島で煩悩を払ってもらった方が良いのではありませんか。え、冗談じゃない。俺から煩悩を取ってどうするんだよ。何も残らないだろう。ダメですね、もう末期です。末期上等。ほらほら見ろよ、マダラ。鈴懸人間たちと結構うまくやってるよ。そうだね。これもオイラたちの教えの賜物だね。うんうん、さすが鈴懸。いや、そう簡単な話でもないよ。これはちょっと考え物かもしれないね。え、なんで。バカだね、八目。考えてごらんよ。江戸ではもうすぐ御前試合が始まるんだよ。ああ、うん、そう言ってたっけ。鈴懸、それに出るんだよね。御前試合は真剣勝負じゃないの。剣を交えることになる相手とあまり仲良くなるのはちょっとね。どう考えても鈴懸のためにならないよ。仲良くなった相手に本気で剣を抜けることがあの子にできるかどうか。でもどうかな。どうって何が。鈴懸もその辺はちゃんと分かってるんじゃないかな。だといいけどね。
どうした？って、葵の御紋？久姫様だ！やっぱり本物か？そうだよ！って、頭下げろ！今夜は小田原の本陣に宿泊されるらしいじゃないか。気になるよな。そりゃ気になるけどさ、まさか覗きに行くわけにもいかないだろう。打ち首になっちまう。そういや、将軍家の姫様がお越し入れされるにしては規模の小さい花嫁行列だった気がするな。夏の例外のせいじゃねえか。どこもかしこも不景気だからな。ああ、そっか。はあ、世知辛いね。どうした？何かあったのか？ある程度ならわかるが、東海道は今までに何度か利用しているからな。さすがに江戸とは比べるべくもないが、小田原はかなり大きな宿場町だからな。確か旅籠は常時90軒前後はあるはずだ。この先には東海道一の難所、箱根峠が控えている。それもあってここで宿を取る者が多いというわけだ。足を止める者が多ければそれだけ宿場も栄える。それにここはかつて権現様も居城とされた小田原城の城下だ。江戸城へ移られる際も三河時代からの腹心大久保忠世殿に小田原城を任せている。万が一のことが起こらないようにという権現様のご配慮だろう。姫、町に興味があるのはわかるが、出歩くのは危険だ。土産なら私たちで用意しておこう。早く本陣に入るべきだ。予想以上に人の目が多すぎます。姫、すぐに本陣に入り、決して城下へは出ないようにしてください。ここが本日宿泊することになる小田原の清水金左衛門本陣だ。わあ、大きいね。姫、中に入りましょう。今日はここに戻ってくればいいのか。なら俺は一度町に戻ってウイロウ餅を買ってこよう。あ、いいな、僕も行きたい。いくら本陣に着いたとはいえ護衛が何人もいなくなったらまずいだろう。鈴掛はここに残ってくれ。あ、そっか。はーい。
ここの本陣の中ってやっぱり昨日泊まった本陣とは違うのかな。しょうがねえ、茶屋で一服は諦めて本陣で茶をもらうかね。いやいや、がっかりするのはまだ早い。もしかしたら本陣好きの別品さんが給仕してくれるかもしれねえよな。ここは戸塚宿の本陣と比べるとだいぶ余裕のありそうな作りですね。前よりは広い部屋だと助かるのですが。ったく、どいつもこいつものんきなもんだぜ。本陣に入ったからって気を抜いてていいってもんじゃねえだろ。あなたも早く中に入った方がいい、ケイ殿。わかってるっつよ。あれ、おじさん何してるの？それって筒？バテレンの遠眼鏡ってやつさ、小田原城下に可愛い娘はいないかって探してたんだよ。え、顔までわかっちゃうの？それってそんなに遠くが見えるんだ、すごい。おそらくは水晶レンズだろう。珍しいものを持っているな。まあ、宝鐘ってやつだ。水晶レンズなんて自分じゃ買えませんよってね。レンズ？何それ？小さなものを大きく見せたり、見えにくいものを見えやすくしたりする水晶だと思えばいい。へえ、僕も見たい。貸して。お、いいぞ。落とすなよ。うん、ありがとう。うわあ、すごい、大きく見える。そうだろそうだろ。あ、つづら丸見つけた。何か食べてるよ。いいな。ウイロウ餅買いに行くって言ってたし、それじゃねえの。あ、そっか、余分に買ってきてくれないかな。あいつ結構よく食うし、残ってるかどうかは怪しいぜ。だよね。よいしょっと。おい、なんだよ、こっちに遠眼鏡向けたって意味ないだろう。どれくらい大きく見えるのかなって思って。わあ、絵にしのポツポツまで見えるよ、すごいね。やめろよ、ポツポツって。お前何見てんの。女探せ、女。だって知ってる人探した方が面白いよ。意味ないだろそれ。俺はまだ見ぬ小田原の可愛い娘を探したいわけで。お前ら何バカなことやってんだ。つうか、そいつ貸しな。あ、ケイ、何すんだよ、見てたのに。おかしな浪人がいないか、ここから城下を見張るんだよ。せっかくこんな便利なものがあるんなら使わない手はないだろう。あ、そうか、なるほど、そういう使い方もあるんだね。これが普通の使い方なんだよ。よう、左京じゃねえか、遅かったな。少し本陣の中を見てまいりましたもので、万が一の時のためにもどういった作りをしているのかの確認は必要ですから。興味なさそうですね。興味ねえもん。言い切らないでください。へいへい。まったく。それにしてもまた6人で相部屋なのか。だいたいこうも人が多くては心身ともに休まらないのが面倒だな。
姫、いますか？はい、姫の分もウイロー餅を買ってきたんです。ぜひ食べてください。いや、休んでいるところで、すみません。ウイロー餅です。どうぞ、全種類買ってきましたから。それじゃあ失礼しますね。え、あの、姫のお召し物が、その、俺こそすみませんっていうか、それより姫、動揺で気づくのが後回しになってしまった気もしますが、というかこんなことを聞いていいのかとも思うんですけど、姫、もしかして泣いていたんですか？そういえば姫、まだ暗くなっていませんし、床には着きませんよね。では一緒にウイロー餅食いませんか？姫の分のウイロー餅取り分けますよ。姫さえよければ。任せてください。どうぞ、姫。うまいでしょ？驚いたことに、ウイロー薬と一緒に薬売りが売っていたんですよ、それ。薬のウイローに色が似ているから、ウイロー餅って名前がついたらしいです。小田原って面白いところですね。さっきちょっと探検したんですけど、本陣でも面白いものを見つけましたよ。鉄の風呂桶の中に浮かんでる板を踏んで入る変わった風呂です。五右衛門風呂っていうらしいですけど、姫が入った風呂は違うやつでしたか？さっき見せてもらったのは本陣のご主人たちが入る風呂だったんです。俺たちも五右衛門風呂に入れるようだったら後で姫に報告しますね。ちょっと楽しみです。ちょっと遠出しただけで見たことないような面白いものが見られたりするのが旅の醍醐味ですね。わかります。俺、江戸へ出てくる前は遠野にいたんですが、遠野から江戸へが生まれて初めての旅路だったんですよ。実はそうなんです。しかも一人旅でしたけど、空
それでも道中なんとかなるもんです。まあ途中でなぜかロギンがそこを突きかけたりしましたけどね。これは俺がうっかりしただけですが。はい、そうです。それでもなんとかなるんですから大丈夫ですって。はい、礼を言われるようなことじゃないですよ。お父上のことが心配なのはわかりますしね。お、そうだ。なんならお父上に手紙を書いてみたらどうですか？はい、そうです。隼人が江戸城まで届けてくれますよ。あとは江戸城の人間がお父上まで手紙を届けてくれるはずです。もちろんです。ああ、急がなくていいですよ。ゆっくりどうぞ。楽しくしていてくれ。よしよし。お、早かったですね。なら隼人に託していいですか？姫の手紙、確かに預かりました。隼人。よし、これで大丈夫だな。さあ隼人、その手紙届けてくれよ。江戸に向かって飛べ！スズラ丸、なぜあなたがここにいるのです？あ、半蔵殿、姫にウイロウ餅を差し入れに来ただけっていうか。ここは上段の間、座敷広間を与えられた従者たちが立ち入ることを認められるのは鞘のままでです。姫の恩美に危険が及びそうになった時以外、どんな理由があろうと足を踏み入れることは許されません。あ、はい、そういやそうでした。分かったのでしたら今すぐここから出ておきなさい。すみません。では姫、また明日の朝に。おやすみなさい。
姫。嫁入り前の娘子がどこの馬の骨とも知れない浪人を部屋に入れるなどなさらないでください。これはあなたのお父上との約束です。一人娘を心配されるお父上のお気持ちを無下にしないでください。どれにしようかな。全部食べたいよね。あ、お芋美味しそう。鈴懸、移り橋、差し橋は行儀が悪いですよ。それに縁起も良くありません。え、そうなの？そうです。それに箸の持ち方もおかしいですね。だから差し橋の方が楽になってしまうんです。こう持てばいいんですよ。うん、ごめん、ありがとう左京さん。こう？まあそれでいいでしょう。よろしいですか鈴懸。私たちも従者とはいえ花嫁行列の参列者。民の目がない本陣内とはいえ最低限の品位は保つようにしてください。はい。あ、いいもの見っけ。これってなんだろう。ふん、うん、へえ、おいしい。こいつまた出てきたのか。まったく懲りないやつだ。それにしてもこんなに堂々とつまみ食いをしているというのに誰も気づかないとは。あれ、俺のお色を2つしかないぞ。さっき三つなかったっけ。まだ一つも食ってないはずなんだけど、おかしいな。おじさんってば欲張りだな。甘いものは一人二つ、あとは徳川の人の分だよ。そうだっけか。今出てきたあの子、昨日の子だよね。お腹空いてたんだな。でもどこから来たんだろう。僕たちについてきてるのかな。なもん二切れも食えば十分だろうが。口の中が甘くなっちまって飯食った気がしなくなっちまう。いやでも最初は三つあったはず。数え間違いか。まあいいんだけどな。侍がういろうの一つや二つにこだわっていては矜持に関わりますよ。それより駿府城では今剣取りの御前試合を開催しているそうですね。あ、おお、そう言ってたな。だから花嫁行列の駿府到着を遅らせるわけにはいかないんだっけ。決勝試合に間に合わせると柳生殿がそうおっしゃっていましたね。城代の息子の嫁入りと剣取り御前試合か。駿府はさぞかし賑やかなんだろうな。駿府藩は改易が行われたばかりだ。これを機に幕府が新たな体制を作り出すのだろう。祭り事というのは大変なんだな。あ、そうだ、御前試合といえば皆は来月の江戸城剣取り御前試合には出るのか。私は出ない。この役目が終わった後しばらく国に帰る。俺は出場するぜ。俺は出ないよ。この行列護衛の報酬をもらえれば何も試合に出る必要ないからな。私もこの花嫁行列での報酬次第ですね。今のところ特に何も起こらなければ出場する必要はなさそうですが。ふーん、侍だったら誰でも午前試合に出場するってわけじゃないんだね。まあそりゃそうだ。侍の誰もが士官を考えてるわけじゃねえからな。ふーん、大名の取り潰しだなんだで士官の口も減る一方だ。駿府藩のようにな。実際今の世に侍はそこまで必要じゃない。
戦も終わったしな。それに鉄砲伝来により戦の仕方もだいぶ変わりました。それもあって剣の道以外の生き方を選ぶ者が増えたのですよ。そういうこった。今年もそんな盛り上がらないんじゃねえの？恒例だから開催はするだろうけど。そうですね。まあ剣聖大天太のような剣豪が出場するともなれば話は別ですが。もしそんなことになったらあちこち大騒ぎだって。ですよね。剣聖大天太？その人強いの？え、まさか剣聖大天太を知らないのか？うん、初めて聞いたよ。剣聖、剣聖？名前は強そう。強いどころじゃないぞ。いいか鈴懸、これは大事なことだからな、ちゃんと覚えておけ。うん。剣聖は剣取御前試合で3度一番刀となり、19の真剣勝負に挑みながら一度も傷を負わなかったという伝説の剣豪だ。夕飯時に襲われれば鍋蓋で太刀をかわし、またその刀を一振りすれば岩や滝を切るなどという噂もあるんだぞ。わあ、すごい。でもご飯の時に襲われるのは嫌だよね。剣聖ともなるとそのようなことは言っていられないのだろう。このようにな。お、おい、つづら丸、お前シルワンの蓋を振り回すなよ。すまない。はあ、ったく。あ、そういえば剣聖大天太という呼び名は天下五剣の大天太を授かったからついたそうだぜ。へえ、剣の名前なんだね。ねえねえ、高尾山に琵琶滝って名前の滝があるんだけど、それも切れるのかな？さあどうだか。さすがに滝を切るのは無理ではないか。そもそも岩も滝も刀で切るものではない。まあ剣聖はともかくだ。万が一お前らと対戦することになっても顔見知りだからって手加減しないぜ。ああ、望むところだ。今は仲間だからこそ真剣勝負で手加減などされたくはないからな。かっこつけやがって言うじゃねえか。試合う時には正々堂々、相手に敬意を払うためにも全ての力を出し切る、それが礼儀というものだ。ああ、若いね、盛り上がっちゃって。まあいいのではありませんか。御前試合では実際礼節を重んじますから。ご立派なことで、剣取りでも何でも頑張ってちょうだいよ。どうぞお召し上がりください。小田原の名産梅漬けがおすすめです。口がすっきりしますね。他にも小田原はイカの塩辛やかまぼこが有名です。それは何よりです。この立場にある者として主要な宿場の知識を得ておくのは当然のことです。お答えしかねます。ところで姫、今晩も鞘の間に従者の見張りがつきます。姫が床に疲れてから夜半寝の刻までは私が鞘の間におります。寝の刻から朝までの見張りを誰に命じますか？
わかりました。伝えておきます。それが彼らの役目です。気にする必要はありません。沈黙はどこ、はあ、エニシドロのバカバカしい浮かれた寝言はこの際まあいい。鈴懸の寝言もいい。里心がつくにはまだ早い気もするがいい。問題なのはつづら丸殿のいびきだ。あまりにもひどすぎる。これはもう騒音と言っていいのではないか。次の宿ではもう身銭を切ってでも部屋を分けてもらうべきか。外で物音。ちょ、待ってよって、うわぁ！これはまた、先ほどの音はお前か？可愛らしいタヌキだな。ふん、毛並みも悪くない。きちんと栄養を取れているのだな。キューン！早く森へ帰るといい。この辺りにいては、血気盛んな輩に追われてしまう。キュウ。さあ、お行き。キュウ。行ったか。やれやれ、お人よしの侍が相手で助かったね。うるさいな。ちょっと逃げ遅れただけじゃないか。で、静かに押し。万事に叶いたまう。十文字のミクロスの見光どころ、ぜひともマンダメント。私は決して人は切らない。我が心に刻んだ掟だ。マンダメント。なんだそれ、変な侍だな。日の元の言葉じゃないような気もするね。不思議な響きだこと。何かのまじないかね。はあ、ま、鈴懸に悪い影響を与えないならいいけどさ。まあそうだね。さてと、夜が明けるまで私たちも休むとしようか。ダメダメ、窓は開けちゃダメだよ。
うん、上段の間から音がしたから様子を見に来たんだ。何かあったの？ううん、違うと思うよ。きっと狼じゃないかな。彼らは夜の生き物だから。動物たちは闇雲に人を襲ったりしないから大丈夫。それにもしここに妖怪が出てきたらちゃんと僕が退治するよ。姫に怪我させたりしない。だから安心してね。不安なら姫がちゃんと寝られるまでしばらくついてようか。うん、わかった。じゃあしばらく姫と一緒にいるね。大丈夫、怖くないよ。ああ、それとも半蔵さん呼んでくる？歌ってあげるとかどうかな。そうすれば姫眠れるかも。大丈夫？ほら、怖くないって。狼の遠吠えって迫力あるからな。でもね、本当に怖くないんだよ。一人ぼっちで寂しいからああやって遠くまで響くように吠えるんだ。仲間の狼に自分はここにいるよって教えているんだよ。うん、違うよ。他の時にも遠吠えすることはあるけど、それも物騒な意味じゃないんだ。仲間に呼びかけてたり、楽しいからって浮かれてたりすることが多いかな。あ、遠吠えが癖になってる子もいるよ。人間にも大声出すのが気持ちよくて好きって人いるでしょ。そうそう、狼も同じなんだ。遠吠えで鬱憤を晴らしてる場合もある。大体そんな感じかな。ほら、全然怖くないよね。やってること人間とあんまり変わらないんだよ。うん、そういうこと。人間にもいろいろな人がいるように、動物にもいろいろな子がいるんだ。狼は夜にしか遠吠えしないし、ちょっと誤解されやすいんだけど、嫌わないであげてくれると嬉しいな。よかった。高尾山にいた頃から馴染みがあるからね。ちゃんと相手のことが分かっていれば怖がる必要なんてないんだよ。分かってくれて嬉しいな。あ、あとね、妖怪だって怖くないんだよ。そうなんだけど、でもね、怖くない妖怪もいるんだ。さっきの動物の話と同じで、人を襲う妖怪と襲わない妖怪がいてね。人と妖怪はずっと
お互いに干渉しないようにし続けていたから、本来は人間を襲わない子たちの方が多いんだよ。妖怪の世界に土足で踏み込んだりしない限り、彼らが人を襲うなんてことほとんどなかったみたいなんだけどね。一体何があったんだろう。悲しいね。人間と仲良くなれる妖怪もちゃんといるのにな。うん、知ってるよ。みんな優しいし、すごく親切なんだよ。姫にも紹介してあげられたらいいのにな。そうかな。そうかもな。やっぱり妖怪はまだ怖い。姫、もしかして肩が凝ってる？白むくが重いんじゃないかな。それにずっと馬に乗ってるのも慣れてないと結構体の負担になるよ。眠れないのはそのせいもあるかもね。ああ、そうだ。僕が姫の肩、揉んであげる。よいしょった。どう？痛くない？本当？やった！姫が少しでも楽になってくれたらいいな。あ、痛くなったらすぐに言ってね。痛みを感じるとあちこちこわばっちゃうからあんまり良くないんだよ。それは違うんじゃないかな。あ、うん、人の体に関する知識はそうかもね。でも多分肩もみが上手なのは僕が姫のことをちゃんと考えてるからだと思うよ。手当ては心が一番大事だからね。本当？よかった。眠気がどっか行っちゃわないうちに布団に入らなきゃ。じゃあ僕は鞘の間に戻るね。あとまた眠れなくなることがあったらこれを飲んでみるといいよ。薬草を煎じたもので緊張が取れるんだ。今はもう飲まなくても大丈夫だと思うけどね。うん、姫、おやすみ。
姫、半蔵殿、おはようございます。おはようございます。早いですね、つづら丸。実はですね、昨日無断で上段の間に立ち入ったことを謝らなければと思って待っていたんです。姫にも半蔵殿にも迷惑をかけてしまいました。すみません。姫、そんな、姫は何も悪くありません。もしかしてつづら丸、わざわざ姫と私に謝罪するために早起きしたわけですか？そうですけど。そうでしたか。あなたも随分と真面目な人ですね。あ、いや、その、どうも。あなたがういろう餅を姫のために買ってきてくれたことには私も感謝しています。姫の表情が明るくなられました。ただ今後は上段の前と立ち入る用がある場合は私に断りを入れてください。同席しますので。いいんですか？私の立場として姫とあなた方が二人だけになることを許すわけにはいきません。ですが、そうでなければ話は別です。それでなくても、姫は本陣においても上段の間から出られない御身。護衛であるあなた方が姫の無量を慰めることができるのなら、それに越したことはありません。かたじけない。なんだよなんだよ、つづら丸。姫の部屋に入ったって？お、えにし、お前ばっかりずるいじゃねえか。誤解するな。昨夜みんなに振る舞ったういろう餅を姫にも届けただけだ。顔真っ赤にして何言ってんだってな。ずりーだろう。俺も姫の部屋に遊びに行く。それは、いやでも半蔵殿が許しを出せばいいのか。ダハン！チッ！といつもこいつも堅物ばっか。お待たせいたしました。よし、全員揃ったな。それでは出立しよう。了解だ。もう大丈夫か？よし、聞いてくれ。この先は険しい箱根峠越えになる。みんな、心してかかるように。箱根宿は温泉の町だぜ。いやー、極楽だな。温泉といえば、またあなたという人は、確かに箱根には温泉が湧いていますが。箱根峠か。まずは東側の登りだったよな。そうだよ。なんせ東から西に山を抜けるんだからな。つうか、おい、エニシ。お前、何朝からのんきに羊羹なんざ食ってんだよ。昨日もウイロー食ってただろうが。昨日は昨日、今日は今日。うまいぜ。のんきすぎるわ。つうか、少しは危機感持てよ。箱根宿の前に箱根の関所があんだろうが、俺たちにとっちゃ最難関だぜ。
まず席に詰める足軽に呼ばれたら中に入ります。そこで台帳の印と手形が符合するかどうかの確認をするのです。もちろん疑われようのない手形をきちんと用意しております。心配はいりません。なよ、幕府が差し向ける花嫁行列だってのに取り調べがあるのかよ。そんなの葵の御門のご意向でさっさと通してもらえないのかい。それがな、箱根峠には江戸をも騒がす賊が出るゆえに、小田原藩にも事前に話を通してはおらぬのだ。完全にお忍びってことかよ、花嫁行列だっつうのに。そういうことになる。姫、関所では瞳女による取り調べがございます。髪まで解いて全身を改められるそうですが、自然体でいてください。下手に緊張すれば余計に不自然になります。そうやって関所での改めを厳しくすることで町の平和を乱す悪い連中を止める役目もある。だからここは我慢しな。野牛のおっさんや半蔵ならバレるような下手は踏まないだろう。もちろんです。手形に合わせ耳にあるほくろまで念入りに化粧しております。ご安心ください、姫。関所のことは心配無用です。手形は万全ですし、半蔵に任せておけば何も心配いりません、姫。それよりも注意せねばならんのは山賊だ。箱根峠を越えるとなればかなりの確率で身が狙われるだろう。間違っても山賊どもに身を奪われぬようにせねばならん。ご安心ください。何が出ようと命に代えて嫁入り道具は守ってみせます。そこまで気負う必要はない。あなた方は私が必ず守ろう。そのために私たちはここにいるのだ。にも身の安全も必ず約束しよう。はい。奴らはおそらく、いや確実にこの花嫁行列の荷を奪おうとするに違いない。その隙に行列を抜け、必ず奴らの根城を突き止めてやる。しぶらぎ、そう言っていたな。さてと、長持ちの荷は確実に狙われるとして、問題は数珠丸か。まさか天下五軒の一振りが花嫁の会見になってるなんて、山賊も想像だにしないだろうけど、ま、なんとかなるか。これは思った以上に険しい坂が続くな。ゆっくり進むしかありませんね。ああ。よしよし、大丈夫だよ。落ち着いて。山賊の気配はないよ。うん、いい子だね。もうちょっとだけ頑張って。
馬用の飲み水桶があるよ。ほら、あそこの道端。あ？ああ、本当だ。山道は馬もきついから、平地よりもその辺まめに整備されてんだな。ねえ、馬を休ませてあげていい？だいぶ疲れてるみたい。このままじゃ箱根の席まで持たないかもしれないよ。馬が立ち往生してしまっては困る。特に今は上りだ。そこで少し休憩を取るとしよう。馬は休めば平気なのだな、鈴懸。うん、大丈夫。体力そのものはまだ余裕あるんだ。そこになら水もあるしね。まだこの峠の雰囲気に慣れてないだけだと思うんだ。この子、森を知らないみたいだし。それは江戸城の馬屋で生まれた馬なのでな。森を知っているはずもない。うん、そうだよね。よし、四半刻ほど休憩する。了解した。まだ箱根の席までは長い。無理は禁物だな。はぁ、こんな鬱蒼としてる何もないとこで休憩か。休めるのは嬉しいけどつまんねえ。どうせなら綺麗な姉さんを、いや、姫がいるからそれはいっか。相変わらずだな。俺はいつでも我が道を行くのさ。姫はそのままでいてください。万が一ということもありますので。ふう、やっぱり峠越えはあちこちガタが来るよな。箱根に着いたら何としてでも上等な部屋を用意してもらわないと。そうですね。今夜こそはゆっくりと休ませていただきたいところです。あとは温泉だよ、温泉。箱根の湯は絶品だっつうからな。姫も温泉に入ってツルッツルの肌になってから駿府に行こうぜ。お、そうなの？温泉はいいぜ。姫と一緒に温泉入れたら天国なのにさ。惜しいな。温泉もいいんだが、他に何か名物はないのか？箱根の名物か。箱根は昔から木を使った細工が盛んだ。それもあって乾燥させた木片を組み合わせて作る寄木細工は色も鮮やかで実に見事だな。へえ、それは一度見てみたい。だが今は食い物の方がありがたいな。江西殿とは別の意味であなたも相変わらずなようで何よりだ。旅の醍醐味はやはり食べることだろう。名物はその土地の特色がよく出ていてうまいからな。でしょ？なので箱根の名物も楽しみなんですよ。実明は知っているか？食べ物だとウグイか。ワカサギも有名だ。へえ、うまそうだな。ぜひ焼きたてを食いたいものだ。ゲイ殿、どうしたのです？もう十分休んだだろう。さっさと行くぞ、日が暮れる。箱根峠で野宿とかアホのすることだ。俺はそんなのごめんだからな。な、あ、ケイ、ちょっと待ってよ。まだ馬の準備できてないよ。ふう、まったく仕方のない人ですね。な、
急がなきゃ。困ったものだ。姫、大丈夫？坂が急だから馬の足並みが安定しないんだよね。脅かすつもりはないが、ここは女転がし坂とも呼ばれている難所の一つだ。蔵に捕まっているだけではいつ姿勢を崩してもおかしくない。用心しろ。かつて馬に乗った奥方様があまりの急搬に馬から転がり落ちて亡くなったことが名の起源になっているそうです。ちょっとちょっと、実明さんも佐京さんもあんまり姫のことを脅かさないでよ。姫、大丈夫だからね。馬の手綱は僕に任せて。絶対姫のことを落とさせないから。嫌な気配がする。まさか山賊か？いや、これは。妖怪か？なぜだ？まだ日も高いし、大間が時ではないのに。この間もそうだったが、おかしくないか？この界隈は杉並木で日の光が遮られていることが多い。だからよく妖怪が出没すると聞いている。それでか。山賊が出るようになってからより顕著になったらしい。困った。だけどたった一匹だぜ。しかもこいつ知能もなさそうだ。すぐ片付くんじゃねえの？ですが道幅がかなり狭いですし、全員で対処に当たるのは難しいでしょう。足を滑らせて崖から落ちる可能性も高いように思えます。誰か一人が前に立った方がいいでしょう。じゃあ姫に決めてもらおうぜ。誰がこの妖怪と戦うか姫が選んでくれよ。受けたまわりました。しばしお待ちください。それでは行ってまいります。そのためにも今はこの妖怪を退治せねば。遅いですよ。このように弱い妖怪がわざわざ人の往来がある街道に出てくるとは。
やっと掴んだ糸口だ。絶対に逃しはしない。どうなさいましたか、姫。申し訳ございません。少し物思いにふけっておりました。この辺りには妖怪がよく出るらしいとはいえ、なぜこのような明るいうちにと。おそらくは昨今の箱根峠を騒がせている山賊の影響でしょう。山の奥深くに潜んでいた妖怪たちを人が多い場所へと追いやるほどの力を持っているということです。三木原殿、姫をまたしても脅かしてどうする。ああ、そうでした。申し訳ありません、姫。姫のことは私たちが守る。安心してくれ。よしよし、頑張ったね。さっきよりは歩きやすくなったかな。そこまで差があるようにも思えないが、確かに先ほどまでよりはマシか。さすが東海道一の難所と言われるだけはありますね。上りも相当苦労しますが、これは下りも大変でしょう。足を滑らせたら最後だからな。姫、大丈夫？どこか痛くなってたりしない？ううん、この子がよく言うことを聞いてくれただけだよ。でも痛いところないならよかった。でもまだまだ坂は続くからね。どこか痛くなったりしたら言ってね。え、知らない。ねえねえ、実焼さん、割石坂の由来ってあるの？ああ、ある。確か鎌倉時代の話だ。曽我五郎が富士の裾野へと仇討ちに向かう際、太刀の切れ味を試すために路傍の巨岩を真っ二つに割ったことが由来らしい。そう伝えられているな。いや、いくらなんでも無理ではないですか。岩ですよね。あ、でもさ、ほら、昨日話してた剣聖さんなら岩だって切れるかもしれないよ。ああ、そうか。言われてみれば。剣聖大天太ですか。岩どころか大地を割ることができても不思議ではありませんね。いや、でもさ、仇討ちってそれを果たすまで国に帰れないんだろう。それが仇討ちの掟だ。たがえることは許されない。うはは、よくやるよな。俺なら絶対やらねえわ。野宿して着物臭くなるの嫌だし。あ、そうだ。なな姫、関所前にある立場茶屋に寄って行こうぜ。そう、箱根峠は難所だから立場茶屋も結構たくさんあるんだよ。お前な、箱根関は大間が時で閉まっちまうんだぞ。茶屋でのんびりしてる暇があるかよ。チェ、いいじゃねえか少しくらい。よくねえよ。門前で締め出されたらどうすんだ。
箱根宿は箱根関の先なんだぞ。じゃあせめて持ち帰りで。アホか。姫がそう言うならしょうがねえか。姫云々以前の問題なんだよ。そこで喧嘩をしている場合ではないでしょう。姫も困っていますよ。まったくだ。さて、まだこの先にも難所があるそうだし、俺たちもますます気合を入れないとだな。うん。あ、馬のことは僕に任せてね。もちろん、馬と一緒にいるの楽しいしね。好きだから気持ちがわかるんだよ。詐欺原殿、立ち止まってしまってどうした？何かあったのか？いえ、何でもありません。気のせいだったようです。皆さんに置いていかれてしまいましたね。急ぎましょう。ああ。野宿で着物が臭くなるから嫌だと。あのような男に一体仇討ちの何がわかる。剣に生き、刀に命を預ける武門の出であるのなら、殺された親の仇を討つのは当然のことだ。絶対に諦めるものか。これは伝承バトル。確かこの鳩は例の花嫁行列に参列しているものの鳩だったはず。ああ、やはり手紙を届けに来たのか。よくやった。少しじっとしていてくれ。よし、取れたぞ。ご苦労だったな。おい、もう行くのか？これからまたお前のご主人のところに戻るんだろう。少しくらい休んでいった方がいいんじゃないのか。麻の実と米なら後でもらってきてやる。おかげさま、天海様、お帰りなさいませ、ほう、その鳩はどうした？カラスバトか。はあ、例の行列に随伴しております護衛の者の鳩でございます。手紙を届けに参ったようで。そうか、ご苦労であったな。今頃お主の主は箱根寺あたりか。おお、主のもとに戻るか。世話しないことよ。して手紙とは？はい、こちらでございます。どれ。辰影様、バカバカしい。こんなくだらないことでわざわざ手紙をよこすと。ははあ。お主、この手紙を例の茶屋へと届けろ。例の茶屋。は、承知しました。今すぐ行ってやるがいい。はあ。なるほど、例の娘から父親へと宛てた手紙でありましたか。まったくくだらない。そうか、そうか、よかった。よくぞ無事で。
娘の無事を知らせてくださいまして本当にありがとうございます。心から安堵いたしました。それは何よりだ。ところでこの手紙は一体どなたが届けてくださったのでしょうか。用心棒の侍の一人が伝書鳩を連れていたのだ。その鳩がつい先ほど届けに来た。そうだったのですか。お心遣い感謝いたします。あとは無事に帰ってくることを祈るだけです。かよ、他に何も望まない。とにかく無事に帰ってきておくれ。芦ノ湖だ。なんと大きな湖だ。ほんとだ、すごいね。ほんとだよな。ああいう場所、合いびきとかにもってこいなんだぜ。お前少し黙っとけ。え、なんで。あちらに見えるのは箱根神社、山中の神が祀られている。どんな神が祀られてるんだ。かつて芦ノ湖の水はクズの毒流に汚されていたそうだ。その毒流を鎮めるためこの地に住む人々は常世のまれびとに娘を生贄として捧げていたという伝説が残っている。毒流はまれびとの力により不死の水神へと姿を変えた。その水神を崇めるために箱根神社では毎年龍神祭が執り行われているという話だ。昔は人が神の怒りに触れると飢饉が起こると言われていたそうです。そのため飢饉が起こるたびに神の世界常世に生贄を捧げていたのかもしれません。でも女の子を生贄にするなんてひどいよ。マレビトって悪い神様なの？お前そんなことも知らないのか。マレビトっつってもな、各地にいろんな伝承があるんだよ。いいとか悪いとかそんな一言で片付けられるようなもんじゃねえんだ。陸奥の国にはスネカ、デワの国にはナマハゲ、それぞれそんなマレビト信仰があったな。能登のアマメハギ、琉球のパーントゥなどといったマレビト信仰もある。一つもない国の方が珍しいだろう。常世に住まうマレビトは福をもたらす神と言われています。ですが時には災いをもたらす神と言われることもありますね。捉え方なのかもしれませんが、強い力は人の助けとなる時もあれば逆に妨げとなる時もあります。そして誰かが福を望んでそれが叶えられた場合、そのせいで災厄をかぶる者が出てくることもあるのです。悪いことするとまれびと様に連れて行かれるってね。そんなこと言われちゃガキどもは震え上がるしかねえしな。さ、急ごうぜ、日が暮れちまう。
姫、手をどうぞ。降りるとき気をつけてね。やっと着きましたね。閉門の時間に間に合ってよかった。姫、どうしましたか？顔がこわばっていますよ。関所は初めてで姫も不安でしょう。ですがそのような態度では関所の者たちに怪しまれてしまいます。もっと幸せそうな顔をしてくださいませ。そのような表情ではダメです。姫はこれから嫁がれる花嫁、もっと幸せそうになさってください。あなたにも事情があるのでしょう。本来の目的を忘れてはいけません。ここで疑いを持たれて失敗するわけにはいかないのです。誰よりもあなた自身がそう思っているのではありませんか。そう、その調子です。あと姫がお持ちの厄除けのお守りなのですが。あ、姫のお守りなら僕が預かるよ。僕たちは徳川幕府の雇った用心棒ってことですぐ関所を通れるんだ。みんな男だしね、改めもほとんどないみたい。それに僕なら姫のお守り持っててもおかしくないから大丈夫。もし見つかっても名前は何とでもごまかせるよ。うん、大切に責任持って預かるね。柳生光義様、久姫様、面番所へどうぞお入りください。神御番所で番頭がお待ちしております。承知した。久姫様、参りましょう。姫、ご無事で。あ、姫だ。はい、預かってた大切なもの返すね。皆が揃ったらすぐに出立します。馬に乗ってお待ちください。姫、私は千人溜めの様子を見てまいります。他の者たちが戻ってくるまで鈴懸とここにいてください。じゃあ僕が手を貸すね。はい、姫。よいしょっと。関所に入ってからずっとこうなんだ。この子何かに怯えてるみたい。
うん、それはないんだけど。うわあ！ねえ、いい子だからおとなしくして。馬引きよ、大丈夫か？随分と馬が落ち着きを欠いているようだな。あ、うん、怪我してるとかじゃないんだけど、どうしたのかな？どうしてしまったんだ。久姫様、ご無事ですか？姫様、今お助けいたします。姫、落ちそうじゃん。てか、なんで馬が暴れてんだ。姫、馬から降りてください。大丈夫です。早く。ああ、俺を頼ればよかったのに、姫。落ち着いてください、姫。よろしいですか？ここは私にお任せを。よしよし、そうそう、いい子だね。うん、何も怖いことなんてないよ。大丈夫、安心して。姫は無事だから心配しなくて平気だよ。よし、やっと落ち着いた。おお、急に知らない人が近づいてきたから驚いちゃったのかな。馬を驚かせてしまって申し訳ございません。久姫様がとんでもない目に。こちら、久姫様が落とされたものを拾いました。お守りですか？
厄除け祈願。姫、失礼。姫。久姫様、どこかお怪我をされましたか。まさか。姫、いかがなされたのです。なんです。姫の腕にトゲが刺さっているではありませんか。馬から落ちた時に刺さってしまったのでしょう。あなたが姫様の馬を驚かしたりするからこんなことになってしまったのですよ。一体どうなさるおつもりなのです。姫様は駿府におわす大久保忠重様の奥方様になられる方。花嫁に傷をつけるなど。申し訳ございません。場所で手当てをいたしましょう。早くせねばトゲが中へと入り込んでしまいます。いいよ、僕は姫の医者でもあるから大丈夫。トゲが刺さったなら僕が見るよ。番所に行くより早いし。そうしてもらえると助かります。やはりここは専門家に任せるのが一番ですからな。では我々はこれで失礼いたします。ええ、あなた方はさっさとお帰りなさい。あと、いつまで姫の落とし物を持ったままでいるのですか。お返しなさい。はい、すみません。では、良い旅を。なんとかなりましたね。どうぞお守りです。でしょうね。姫、トゲを抜かなきゃ。どこ？トゲなど嘘に決まっているでしょう。つうか見たぞ。何やってんだよお前。他に方法がなかったのですから仕方がないでしょ。そりゃそうだけどさ。すまん、遅くなったって。ん？姫が馬を降りているなんて珍しいですね。まさか何かあったのか。いえ、特には何も。今のうちに関所を出ましょう。急いでください。急ぐのに異論はねえけどよ。わかった、先を急ぐとしよう。すぐに出立する。姫、大丈夫？ごめんね、怖い目に遭わせて。馬に乗るの手伝うよ。姫。先ほどは無礼をいたしまして申し訳ございませんでした。僕のせいでごめんね。なんであんなに馬が落ち着きなかったのか今でもわからないんだ。別にいいのですよ。
あれは誰のせいでもないでしょう。おい鈴掛、馬の飾り直しとけよ。あれじゃみっともねえ。うわ、ほんとだ、気づかなかった。抜けてんだろお前。やれやれ、何はともあれ怪我がなくて何よりでした。いいですか姫、もしまた何かが起こったら、私か柳生殿、もしくは半蔵殿か黒羽殿に任せてください。つづら丸殿や慶殿でも構いませんが、彼らでは少しばかり心もとない。できれば万全を期したいところです。間違っても鈴掛や江西殿を当てにしてはいけません。よろしいですね。これはあなたの無事を思っての助言です。ぜひ覚えておいてください。当たり前でしょう。この花嫁行列の主役はあなたです、姫。あなたの無事と安全を最優先に考えるのは護衛としての務めです。あ、いえ、姫が礼を言うようなことでもないのですよ。さて、山賊はいつになったら現れるのか。あ、どうした鈴掛殿。馬が、足が痛いって。お前、馬の言葉がわかるのか。すごいな。見てればわかるよ。あと少しで箱根宿に到着する。着いたら休ませるとしよう。馬用の温泉もあったはずだ。うん。さほど距離はありません。バカ、勝手に馬から降りるな。乗り潰しても箱根宿に着けば馬の代わりはいるんだよ。そんな簡単なこともわからねえのか。あのさ、ケイ、姫がせっかくそう言ってくれてるんだし、少し降りてもらおうよ。馬は足を痛めてるんだよ。乗り潰すなんてひどいと思う。だって同じ命なんだよ。馬の代わりはいても、こいつの代わりはいないだろ。命の数は同じでも重さは同じじゃねえよ。順序がある。お前も侍ならわかるだろそんなこと。なんでいちいち言わなきゃいけねえんだよ。でも馬が苦しんでるんだ。これ以上負担をかけるのは危険だよ。このまま無理させたら、姫を乗せたまま大変なことになっちゃうかもしれない。そんなのダメだよ。どうせさっき箱根関で勝手に暴れて、そいつが勝手に怪我したんだろ。馬の自業自得じゃねえか。つべこべ言ってないで、お前は馬引きの仕事をしろよ。でも、女が口を出すな。女ではありません、姫でしょう。姫の言葉を遮ってただの女扱いとは何事ですか。
ほら、姫も歩くって言ってくれてるよ。それに、命の重さに順番なんかないって僕は思ってる。順番つけるなんておかしいよ。馬だって人だって生きてるんだ。辛い時は助け合わないと。だからそれが綺麗事だって言ってんだよ。実際はそんなままごとみたいにはいかねえ。なんでそれがわからねえんだ。どちらでもいいが、早く決めてくれ。このままでは日が暮れる。まあまあ、ケイも鈴懸もピリピリすんなって。暗い顔してると延べ送りの行列みたいになっちゃうぜ。お二人さん、ちゃんと花嫁行列らしく明るく楽しくしとくのも仕事のうちだろ。いい酔いしてる場合じゃないって。俺も縁に賛成だ。この雰囲気はやはり良くない。行列の雰囲気というのは思いのほか周りに伝わっているものです。たまには縁殿も良いことを言いますね。ちょ待てよ、たまにはは余計じゃねえ。何を言っているんですか。そここそが大切なのですよ。ひでえ。違いない。確かにな。それでどうするのか。構わないが、誰かに手を引かせた方がいいだろう。ああ、そうですね。姫、誰にしますか。うん、わかった。じゃあ誰かに馬を引いてくれるようにお願いするね。でも、ううん、そんなことないよ。ありがとう姫。この子と一緒に箱根宿に行こうね。なら、姫。あれ、この間の旦那じゃねえ。おい、そこの旦那。はい、何か。おお、なんとこの間のお侍様と姫様ではありませんか。なんとももったいないお言葉。これもあの時姫様が私を助けてくださったからです。ところで姫様、今日は家事でいらっしゃるのですか。なんとおいたわしい。それではお見舞いにまた本を一冊差し上げましょう。はい、どうぞどうぞ。もちろんですとも。姫様に楽しんでいただければ、私もその本も幸せです。